タラスカ王国、またはタラスコ王国、プレペチャ王国とは、今日のメキシコのミチョアカン州全域及び、ハリスコ州とグアナフアト州の一部にあたる地域を領有した、先コロンブス期の国家であり、スペイン人による侵略の時点で、メソアメリカにおいて2番目の大国だった。14世紀初めに建国され、1530年にスペインに征服された。 1543年には公式にミチョアカンの知事の支配下となった。なお、ミチョアカンというのは、ナワトル語でのタラ,スカ王タラスカ王国で話されていた言語である。プレペチャ語では、イレシャキュアとシンツェンツニーと呼ばれ、ツインツンツァン王国という意味になる。タラスカ王国の民の多くは、プレペチャ族に属していたが、その他に、ナワ族、オトミ族、マトラツイン家族、チチム家族がいた。 これらの民族集団は次第に多数民族であるプレペチャ族に同化されていった。タラスカ王国は高能システムによって構成され、ソン氏と呼ばれる支配者のもと次第に中央集権化していった。タラスカ王国の首都はミチョアカン州のパツクアロコのアゼにあるツンツンツァンであり、交渉によるとそれを創立したのは初代のソン氏であるタリアクリで、 惑星茶という彼の家系によって収められたという。タラスカ王国はアステカ帝国と同時期に存在し敵国として多くの戦争を行った。タラスカ王国はメソアメリカ最初の真の領域国家として拡大したアステカとの国境の防備を固め、その北西への拡大を妨げた。メソアメリカの中では比較的孤立していたためタラスカ王国には メソアメリカの他の文化グループにはないはっきりと異なった文化的特徴を多く有する。特に金属を道具や装飾品だけでなく武器にまで使用していたことはメソアメリカ文明の中でも珍しい。タラスカの航路、トラロックの頭飾りが描写されている。西暦1350から1521年、タラスカ王国の最終的な領土の広がりは、 デルマ川とバルサス川という二つの大河の間、メキシコ中央大地の西の延長に位置する火山地帯の一部を構成する。温帯、亜熱帯、熱帯の気候地域を含み、標高2000メートルを超える新生代の火山と湖が主となっているが、南西部の沿岸の低地も含まれている。中央高地で最も一般的な土壌のタイプは、若い火山性の黒木土、ルビソル、 痩せたアクリソルである。植生は主に、松、松、多く根性、モみから構成されている。人間の居住は、資源の豊富な湖の流域に集中している。北のレルマ川付近には、黒曜石が豊富で温泉が湧いている。タラスカ王国は、パツクアロコの流域周辺を中心としていた。タラスカ王国の首都、ツインツンツンの 遺跡タラスカ地域の居住は少なくとも先古天気初期に遡る。初期の石器による痕跡では、紀元前2500年以前、ユーミゾ戦闘石器などの石製の器具が大型動物を仕留めるのに使われた。放射性炭素によるとこの遺跡が滅びたのは、紀元前1200年頃である。ミチョアカ監修において最も知られている先古天気の文化が、この文化の遺跡はほとんどは、 湖の島において見つかっており、このことは、後のタラスカの文化パターンと似ている。古典期初期のミチュアカン地域では、球技場その他の遺物がテオティワカンの影響を示すようになった。1540年頃に、フランシスコ海の僧侶ヘロニモデアからによって書かれた、レラスヨンでミチュアコンは、民族史的に有用な資料となっており、これには、タラスカの基人より語られた物語が翻訳。 筆記されている。これには、交渉により伝えられてきた、タラスカ公式の歴史の一部が含まれており、第一部には、タラスカ王国の宗教、第二部には、タラスカ社会、最終部には、タラスカの歴史とスペインによる侵略に焦点を当てている。しかしながらこれの第一部は一部しか現存していない。それ以外の資料としては、小さな絵文書がいくつかある。先、 コロンブス語タラスカ文化のコヨーテの肖像をおそらくは、コヨーテの神、ウィチマンガリを表している。高さ、43.5センチメートル。古典気行期には、パツクアロ湖の周辺には、プレペチャ族以外に二つの民族集団が居住していた。一つは、ハラクアロに住むナワトルゴワ社、もう一つは、北岸のいくつかのチチメカ文化であった。レラスヨンデミチョアコンによれば、 野望に燃えるプレペチャ族の指導者、タリアクリがパツクアロコ周辺の集団をまとめ上げ一つの強靭な国家にしたという。1300年頃彼は最初の征服業を行い、息子のイリパンとタンガシュアン一世をそれぞれ岩ヨとツインツンさんの領主に据え、自身はパツクアリの都から治めた。タリアクリの死去した1350年頃、彼の血縁者はパツクアロコ周辺の 主なセンターはすべて支配下に収めていた。息子のイーパンはクイゼオコの周辺へと領土拡張を続けていた。ヒリパン、そして後に彼の兄弟タンガシアン一世も効能システムを制度化し国家の政治的統一を固めた。行政での官僚制度を創立して政府口と領主、貴族との間の効能のやり取りを遮断した。この後、まずシエラタラスカが 次にバルサス側がこの中央集権化を進める国家に取り込まれることとなった。仮存しつつパンダクアレの地勢で多くの地域が征服された。反乱で再び失うこともあれば、拡大するアステカ帝国と衝突して戦略的撤退することもあった。1460年にはタラスカ王国は太平洋岸の坂ラに達し、トルカの強国を進んで、さらに北辺は、 今日のグアナフラト州にまで達した。1470年、アシャヤカトルヒキールアステカは、タラスカ国境の町々を陥落させ、タラスカの中心地にまで迫ったが、最終的には打ちまかされた。この経験を踏まえて、アステカとの国境は要塞化され、クサマラにあるような軍事基地が、国境に沿って設けられた。また、アステカによって、故郷を追われた、オトミ族とマトラツン家族に、 国境地帯に居住することを認め、タラスカの領土防衛の一翼を担わせることにした。1480年からは、アステカの君主、アウィチョトルが、タラスカとの対立を強めてきた。彼は、マトラチン家族や、チョンタル族、クイトラテコ族といったアステカと同盟していたり、霊族下にある民族集団が、タラスカの領土を攻撃することを援助した。カソンシスアングが率いるタラスカは、 そのような攻撃を跳ねのけたが、さらなる領土拡大は、スペイン人の到来まで妨げられ続けた。リエンツォ・デ・トロックスコラより、ヌーニョ・デ・グスマンによる、タラスカ王国の征服。アステカ帝国の滅亡の法を聞いたカソンシュタンガシュアン2世は、スペイン人征服者に死者を送った。少数のスペイン人が彼らと共にツインツンツンへと向かい、そこで、贈り物の交換がされた。 彼らが黄金を持ち帰ったことで、コルテスはタラスカ王国へ興味を持った。1522年、クリストバルデオリードがタラスカ領内へ送られ、数日のうちにツインツンツァンへ到着した。何千にも及ぶタラスカの兵士たちだったが、このような重大な局面においても彼らは戦うことを選ばなかった。タンガシュアンはスペイン人による支配を受け入れたが、彼が共同して、 それを行うことでの高度な自治は認められた。これ以降、コルテスとタンガシュアンの両者が自身をミちょアカンの支配者であると考え、地域住民は彼ら両方へ貢ぎ物を送った。タンガシュアンが人々から集めた資源を少しだけしかスペインへ供給していないだけでなく、未だに事実上の統治者として君臨していることを知ったスペイン人は征服者、ヌーニョデグスマンを送り込んだ。 彼は、タラスカの貴族ドンペドロパンサクイニエランガリと同盟して、1530年2月14日に、カソン死を処刑した。こうして、暴力と動乱の時代が始まった。それからの数十年間、タラスカには、スペインの政府による9月の統治者が付けられたが、ヌーニョデグスマンが悲鳴され、スペインに呼び戻されると、司祭のバスコデキローガが後始末のために派遣されてきた。 彼は早々に原住民の尊敬という高等へ、スペインによる支配への敵外心をなくしていった。ありがとうございます。